エジマルもしくはエジマルフラガこと、エジマルクリチバフラガは、ブラジルのサッカー選手、ポジションは DF、エスピリトサント州、イコーニアに生まれた。カショエーロ FC の下部組織でサッカーを始め、2003年、16歳の時に、クルゼーロ EC の下部組織に移った。2006年にクルゼーロから、グアラニ FC に期限付き移籍し、選手初出場を記録。2007年に、 2PFC に期限付き移籍し、同クラブで2008年のカンピオナート・ミネイル13試合に出場、初得点を記録した。その後、イッパチンガ FC に期限付き移籍した。イッパチンガでは、カンピオナート・ブラジレイロセリエー初出場を記録した。2008年7月1日には、ポルトガルプリメーラリーガの SC ブラガに1シーズンの期限付き移籍。 2009年3月15日にポルトガルデビュー、5月24日に初得点となった。2009年6月にはクルゼーロに戻った。翌7月28日にリーガ1の CFR クルジュに完全一席。レギュラーとして活躍し、リーグトクパロムニエー制覇に貢献した。2011年8月3日にギリシャスーパーリーグのクサンティ FC に1シーズンの期限付き移席。 気候の違いに悩まされたほか、パス、ヤニンナイフシー戦では人種差別を受けるなど苦難の多いシーズンであった。2012年8月5日にリオアベフシーに期限付き遺跡。レギュラーとして活躍し、2013年6月に来るュに戻った。しかし7月23日に再び期限付き遺跡でリオアベに加入した。2014年6月4日に セリエ A の AC キエイボベローナが3年契約で彼を獲得。しかし、出場時間は9分のみであった。翌年1月7日にはリーガエスパニョーラのコレドバ CF に6月までの期限付き移籍同月12日にスペインでの初出場を記録した。24日のレアルマドリード戦ではクリスティアーノ・ロナウドを蹴って退場。後にツイッターで謝罪した。 2015から16シーズンは3度、リオアベに期限付き移籍した。2016年夏にクルゼーロに完全移籍で復帰。翌年は、サンパウロ FC に期限付き移籍した。2018年にサンパウロは彼を完全移籍で獲得した。2019年5月に RB、ブラガンチーノ2移籍。ありがとうございます。